1996年、アトランタオリンピックで引退以来、実に11年ぶりに走り幅跳びのピットに帰ってきました。客席に手拍子を要求しました。11年ぶりの跳躍、マイク・タウエルが今スタート。9メートルの夢をもう一度、6メートルを超えたあたり、9メートルの夢を再び、マイク・タウエルが11年ぶりに飛びました。おーっと、パウエル9メートルの夢、パウエル微調整。ご覧いただきましょう、このパウエルの跳躍、この着地、8メートル95センチという世界記録保持者のマイク・パウエル、91年東京大会の興奮が